毎度花尾伝官だ。毎度伝官です。どうも久米潤です。というわけでですね、皆さん、こんなコロナが流行ってる中で別の何かに感染したやつがおるんじゃないかそう疑ってならない。だから伝官さん、ちょいちょい標準語とか関西弁なのかわからん言葉喋ってるんですよね、最近。ああ、それでも、そうですね、全く自覚ないんやけど、コメント欄が教えてくれた。というわけで、伝官、元のお前を取り戻すために俺はこの企画を用意してきました。名付けて、郷土愛を取り戻せ関西弁選手権クイズー。やっ、イエーイ。というわけで、なんとゲームマスターは静岡出身のキム君なんですけどあ、でも逆に客観視できる。関西弁じゃないっていう、この標準語関西弁で言ったらまあどうなるでしょうかみたいな、そういうクイズをまあキム君に作ってもらったんで、じゃあ負けた方は1年間トミー・ヒルフィガーの服着たらあかん。いや、それ俺だけやからお前、俺が結構着てるからね。トミー・ヒルフィガーって阪神タイガースのやつにそっくりなんよ。ほら見てこれ、完全阪神タイガースこれほんまや。あ、そういうことねなので1年間トミー・ヒルフィガー禁止結構痛いよ、絶対負けないで。お前だってもう、お前無駄にトミーの服、無駄にというかトミーの服結構持ってるからやろうなはい、じゃあキムさん、はい、お願いします。はい、では行きます。はい、問題、まずはこちらの画像をご覧ください。こちら Google でとある言葉を画像検索したスクリーンショットになります。その言葉とは何でしょう。え、これ関西弁関係あんの。これあります。マジ、どういうことや。あ、これ関西弁が関係あるんやって。これでもちょっと待って、全然わからん。これ分からん。全然分からん。何これ。いや、でもまあまあ一旦俺これでいくわ。いや、これかな。でもこれしかない、ほんまに。思いつかない。いや、でもやってもうてる、これ。やっ、じゃあほら、いきますね。はい、俺の回答はこちら、ババシャツ。はいはいはい、なるほど。なんか、僕ない。なんか よくそんなぽい言葉思いつくよな、ほんまに。ババシャツって言うんよ、マジで俺これです。いやちスペース服。何それ、お前。いや、これはあの、何かというと、あのね、関西人はおっぱいのことをおっぱいと言わずにチチって言うね。お前チチで、お前チチで取るやないかいって言うねん。いや、言うねん、お前関西人って。だから言うけど、だからこれ確かにそう、結構ピッチピチの服着てるやん、これ。これはちょっと、これほんまに意外やわ、これ。ちょっとほんまに。だから、チチスペース服で調べたらこれ出るんじゃないかな。チスペース書いてるやつ、そうそうそう、スペース、チチスペース服って調べたらこれ。そうそうそう、キムがなんでそんな出すねん。はい、では、はい、正解の方に参りたいと思います。はい、はい、正解はこちら。え、カッターシャツって関西弁なん。嘘やろ。え、カッターシャツは関西弁でございます。嘘やんカッターシャツって関西弁なん。はい、カッターシャツって、水野が作ったやつ。はい、そうです、水野の商標らしいんですよね。で、水野本社が大阪にあるんで、それでカッターシャツってこっちの方では言うらしいです。いや、でもちょ初めて知ったわ、さすがに。カッターシャツ全国共通じゃないのやばいわ、そう、正直それびっくりやな。それびっくりやわ、俺。ちょっともう、なんかこの一問で飯食えるレベルこの一問で飯食えるレベルマジか。いいよ、じゃあ。いやいや、面白かった、でもこの問題。確かに。そうなんだ、そうなんだとか言ってもた。そうなんだ、そうなんだ、そうなんだとか言ってもた。完全にバラエティーの表示が出ちゃったね、今。いやいや、そうなんだは多分分かるでしょ。では、次の問題に行きます。はい、問題はこちら。これはでも、これはまだ、でも関西の人以外分からんのかな、これ。結構言うてんで、関西人これ。まあこのイラチという言葉ですね。まあ、ちなみにアクセント、アクセントも大事やんな。アクセントも大事。まあまあまあ、これぐらいやったらアクセントみんな一緒になりそうやけど、これぐらいやったら。キムにちょっと呼んでみて、これ。イラチ。あ、違う。あ、それは違う。それは全然違うって、お前。そんな関西すんな、お前。静岡帰れよ、お前。僕関西代表として呼ばれてないですから。何がゲームマスターやねん、お前。帰るよ。違いますよ、僕。これは僕関東代表で呼ばれてる。それ関東読みやな、それ。これはもうイラチ。イラチやで、ね。ライラチ。イラチやで、ね、これイラチ。イラチ。じゃあ僕の回答はこちらです。はい、イライラしている様。はいはいはい、はい。例文。ドライブスルーで前の客もたもたして、ほんまイラチやわ、早いけボケ。
これハンダとか言いそうな言葉ですね。はよいけボケ、バスの運転手とかよく言ってるね。はよいけボケとかね、関西人は基本せかそこしとるから、しとるしとる、車の運転とかでもたついてるとすぐね、やっぱイラチしてくるから。俺は語源まで考えてこれになりました。すぐイライラして幼稚な様で、イライ、このイラチ、イラチ自分のこと幼稚って認めてるやつ。あ、そう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 。いや、だから、だいたいこれはどっちかというと相手に言う言葉では、お前イラチやな、お前イラチやな、みたいな。はい、ということで、この問題は両方正解。お、やった、よし。あ、これはな、これはだって、よく聞くもん。これよく聞く、俺も今日言うとくやな。うん、これだって、これわからんかったら我々東京行きましょう。さすがにない。さすがに行きましょう。行きましょう言うて、お前行きましょう。食べれちゃったお前。はい、では次の問題、まずはこちらの映像をご覧ください。すごいこれ、すごい。これ完璧だよ。完璧。このモザイクの部分に当てはまる、まあ、動詞というか、それを答えてください。いや、社交動画クイズやんけ、これ。これ分からへん、分からへん、分からへん。これ社交動画クイズやんけ、完全に。じゃあちょっと今回僕から言っていいですか。お前クソすぎるやろっていう。いや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 、これ関西弁じゃない。いやいやいや、これクソは別にみんな言うやん。じゃあ俺これしかないよ。お前ふてこいねん。あー、ということでふてこすぎる。あー、それや。はい、では答えの方をいきましょう。すごいこれ、すごい。これ完璧だよ。ふてこい、完璧。ふてこすぎる。いやもうさ、まあさすがにな。いや、すごいすごいすごい、さすがにそれしかないよ。いや悔しい、ふてこ出てこ。今のは分かってほしかったな。で、出なあかんけど出んかったな、マジで。いや、なんか生身の人間に見てないからか、最近コロナで。生身の人間見てない。それで言語すら忘れていくんかも。言語すら忘れていく説あるわ。はい、では次の問題に行きます。問題はこちら。わかるか、わかるか、お前。これまあ俺はわかるよ。これ俺はわかる。こちらの駅名、まあ、漢字でお願いします。じゃあ俺言っていい？いいよ。これは一応多分これやと思う。はい、三宮。はい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 。で、三宮って書きました。で、初めちゃん脳書いたけど、ちょっとこれ引っ掛けかなと思って。いや、それ僕は脳ありです。でもなんかこれモザイク的に脳ありそうなのこれ。確かに、確かに。これちょっとお前 0.5 ポイントやろ、ほんま。はい、では答えいきます。ということで回答はこちら。あはは、おしゃ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 。お前嬉しいか、それで。お前よし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 。JR だけのが入ってて、なにそれ、豆知識。他の駅、阪急とかは。それも関西の知識ちゃうやそれ。お前も地元の知識や、お前それお前。しかもこれ関西弁じゃないから、この問題。間違いない、違いない。まあまあ番外編やろ、これ。まあまあまあ、今の 0.5 ポイントでしょ。じゃあ、いや、今の 0.5 でいいよ。 0.5 でしょ。じゃあ、まあ、俺有利っていうキムが判断したやつは 0.5 でいいよ。じゃあ俺、はい、いいよ。ちなみにこの問題もちょっと天眼さん寄りになってるんで 0.5 にしておきましょう、これ。はい、わかりました、はい、僕が、はい、花岡正解は別に1でいいよ。じゃあ、はい、あ、OK、はい、あざす、うん、ということで次の問題こちら。え、あー、あー、あー、はい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 、あー、関西クイズっていうタイトルを持ってもう説明してください。わかりました。じゃあ花尾さんからどうぞ。はい、これはですね、はい、神戸にあるショッピングモール海へという商業施設を隣接している、我らの所属していた部活阪大ウインドの創始者俊先輩が告白した場所としても有名である。いや、だからそうそうそう、それ俺書こうと思ったよね。正式、ほぼ一緒。正式名称はモザイク。これはまああれです、ローマ字、あのローマ字だ、ローマ字の方、英語です、英語、英語です、英語、はい、で僕ももうほぼ一緒で、あの神戸のデートスポットハーバーランドの中にある、建物で、その、海沿いにあの立ってる船の名前コンチェルトです。船の名前。はい、ということでこの問題は2人とも正解です。はい、じゃあ1ポイントや。いや、俺だけ 0.5 ポイントやねんか、これ。昔大学2年ぐらいの時に告白して振られたことがあるんで、僕らのあのここであのモザイクで、モザイクで、あのその時の僕のあの悲しそうな顔モザイクかけといてください、本当に。ラストや、次ラストラストラスト、はい、0.5 ポイントやから両方1点でいいんじゃん。まあ、いいよ、しゃあない、はい、花尾が正解してきたらしゃあないわ、もう、はい、これは。ということで、最後の問題、こちらです。
はい、ということでここのモザイクの部分には共通して同じ言葉が入るんですけども、何という言葉が入るでしょう。これちゃんとした関西弁のクイズに急に戻るやん。めちゃめちゃちゃんとしたいい問題だったやん。ちゃんといい両方に変わった。またあ、俺これちゃうかな。俺これ合ってんちゃうかな。ワンちゃん自分が回答したやつ合ってるように見えるっていうのはもしあるあれやから。これ答えたいな、めっちゃ答えたいな。これまあこれかな。あ、じゃあ行きましょう。じゃあはい、これはちょっと自信あるでね、今回は俺から行くわ。これですよ、俺の回答はこちら。はんなり。はんなりはんなりって言う言うその言葉。俺聞いたことないけど。俺は多分これじゃないかな。べっぴんやなみたいな。あ、そう、変えていい。え、ちょっと待って、変え、え、これどうなんこれ。あ、まあいいよ、いいよ、いいよ。まあまあまあ、まあまあまあ、まあまあ、お二人で話し合っていただければ。まあまあ、見てからでいいよ、見てから。それ次第、それ次第、見てからでいいよ、見てからでいい。一旦それでおもろい可能性もあるからさ。じゃあ、僕ちょっと、これかな。はい、はい、はい、はい。わびさびさんやな絶対、もういいよ、それやったら変えていい。それやったら変えていい。わびさびとか言わ、だってわびさびってそういうことじゃないもん。こっち系かなって思った。まあ、ちなみになんですけども、はい、ただの名詞をなんか人名みたいかのように言うのは関西弁の特徴でございます。おお、マジでそれ嬉しい。あ、じゃあ 0.5 ポイントやこれ。いや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 、ちょっと待ってそれで 0.5 ポイントは絶対ちゃう。マジで関西弁の普遍的な文法を発見したよ俺今。いやちょっと待って、はい、お前俺トミー・フィルヒガー の防衛線入ってるからさ、さすがにそれはお前それお前これだってこっからアメとかもアメちゃんってよく言ったりするじゃないですか。アメちゃんね、はいはいはい。ああいう擬人化するのは結構関西独特の。お前ちゃんと調べとるやんか。めっちゃ調べてる。分かっとるやないか。あ、黒豆のことお豆さんって言ったり。おかめちゃん、おかめちゃん。お豆さん、お豆さん、お豆さんちょっとなんか聞こえてるな。あの、おつけると全部エロなるって言ってた関西の大阪の出身のやつ。だからナスもおナスって言った方がいいみたいな。わかるよ。言った方がいいんや。ナスも言ったいい、おナスって言うとちょっとエロさが出るって言ってたやつがいた。なるほど。誰か。はい、ということで。いや、マジで当ててほしい、これ。正解に参ります。正解は、いやー、こちらです。シュッとしてる？え、シュッとしてるって関西弁なん？はい。いや、シュッとしてる。スタイリッシュの州から来てる、それってもしかしてそれってお前、クイズの生きるわお前。シュッとしてる、僕が調べたところはですね、はい、まあ、細身とか、うんうんうん、あと、醤油顔とか、あ、まあ、まあ、もっと広く、イケメンとか、センスがいいとか、そういう意味でも使う。要するに鼻をってことね。俺は、それ、俺、あの、シュッとしてるとしてないに別れちゃったコンビってことね、俺たち。俺にもなんか形容詞欲しいからちょっとコメント欄で募集しとくわ。鼻をシュッとしてるで俺何みたいな。そのということで、天眼くん1年間、トミー・ヒルフィガー禁止ー。かわいそう俺。